皆さんこんにちは、スイコカワ太郎のゴムテです、はい、今日はですねこちらアルパカミックスロールの前焼きのベストですね編んでいくんですけれども、こちら身頃の方になっています。それからこちら袖の方です。袖の方がね70段まで編み上がりましたので、身頃と袖とを剥ぎ合わせていこうというふうに思っております。はい、ではね、ちょっとこの画像では画面ではねちょっと分かりにくいかなと思いますので、シンプルにね絵に描いてご説明しようかなと思います。今画面の方でねどういう風になっているかと言いますと、こちらね後ろ身頃ですね、はい、それから前身頃です。はい、これ前身頃です。こういう形でね身頃置いているんですね。でそれからこちら側ですね、これが袖の方なんですけれども、袖がこういう風に置いています。こちら側からこう編み上がっていったわけですね。はい、今身頃と袖がこういう風に置かれている状態です。身頃の方はこっちからこう編み上がっていった形になっています。向きも今同じように置いてまして、どちらも表を上にして置いています。身頃の方ですね、端目のところからこの真ん中のところまでで110段あります。で真ん中から前身頃の端っこまで同じく110段あります。袖の方はここ108目、ここね108目あるわけですね。はい、でこれを剥ぎ合わせていくわけなんですけれども、108目のちょうど真ん中って言ったら54目ですね。この54目のところと110段のところを合わせてここ印をつけておいてやります。はい、で実際の、編み地の方で見ていただいたら今ここに印輪っかつけているんですけれども、はい、ここがちょうど110段目です。真ん中のところです。で袖の方もねちょうど真ん中の54段目のところに印をつけています。こことここがこうね合わさるような感じで編んでいったらいいかなと思います。でそれから袖の方の一番端っこですね、こことそれから後ろ身頃の方ですね、後ろ身頃の編み始めからずっと数えていって、56段目のところ110段あるわけですね。110段から54目引いたところ、袖の分のね、袖の半分の目数54目を引いたところ、つまり編み始めから数えて、56段のところですね。それにこう印をつけています。この56段のところのこの印と袖の一番端っこ、編み始めの目がくっつくように編んでいったらいいかなと思います。同じく前身頃の方も、真ん中から数えて54目のところに印をつけています。このところ合わせたいわけなんですけれど、ここの目数が 110-54 で56段、ここが54段、ここが56段になるようにして、こう袖の位置を決めてやったらいいかなと思います。こんなんでわかりますでしょうか？はい、では実際やっていこうかなと思います。もう一回ねちゃんとわかりやすく説明しようかなと思います。身頃の方はこちら側からこう編み上がっていくわけですね。で110段のところで後ろ身頃が終わりまして、あと110段前身頃を編んでいます。だからここがちょうど真ん中110段のところですね。でここに水色の印をつけています。これがちょうど、後ろ身頃編み始めてから110段目で前身頃に切り替わるところです。ここに印つけています。はい、で同じく袖の方ですね、袖はこちら側からこう編み始めて、この段数が70段あります。で、横の目数が108目あります。108
108名の真ん中54段ですね、54段のところに印をつけています。その印がこっちのこのね水色の袖の方の印ですね。はい、でこの水色の印同士がこうくっつくということですね。でそれからここ54段じゃなくて54名ですね、54名のところに印をつけているということです。はい、でそれから後ろ身頃の方ですね、袖とくっつき始めるところの目数なんですけれども、110段から袖の半分の目数54目、これを引いた数っていうのが56になります。なので56段目のところに印をつけています。その印というのがこの紫色の印ですね。はい、これとこの袖の一番最初がこうくっつくということです。反対側前身頃の方も真ん中の110段目のところから数えて54段、はい、これはこの袖の半分の目数54目と、合うところですね。ここに印をつけています。それがこちらですね、はい、真ん中から数えて54段のところに印をつけています。でそれこの印が袖の最後の目と合うようになっています。こんな説明で分かりますでしょうか。では実際やっていこうと思います。はい、それでは実際やっていこうと思います。はい、今ね棒針でこうチクチクとこう編んできてたわけなんですけれども、その 最初の目がねここにあります。でその最初の目のところから普通に、ね、編んでた時の編み地の糸が袖の横幅の3倍分ほどね糸の長さを取っているんですけれども、とじ針の方にかけています。そうしましたら最初の目、ね、この目に普通にとじ針を入れます。右から針を入れてこう上に引き出すようにして糸を出してきます。そして身ごろの方の、どこにつけるかというと端から次の筋ですね。でここのハートがこう並んでいってると思うんですけれど、ちょっと書きますと目がねこうハート型がこう並ぶようにこういう風に見えているかなと思うんですね。でこれの真ん中のところの筋を守るようにして取っていったらいいと思います。内側は、目がこうありますよね。そしたら針を下から入れてこう出してくるわけですね。でここから糸をこう取る。わかるかな。ちょっとやった方が早いかな。ですのでこうハートがこう並んでいるこの筋をもう死守するっていうような気持ちで、ここですね、この目をこの段の横に渡っているこのね目に通します。で糸を引いてきます。で今出してきたこの目、この目に針を入れてまた普通に編む時と同じように次の目に針を入れます。はい、で糸引き締めます。そして次ですね、次のところ、これここに今針出した穴がここですよね。そこに針を入れて次の渡ってる糸をすくいます。また元の目のところに針を戻して次の目に移ります。これの繰り返しです。目と段をつなぐような気持ちでね編んでいったらいいかなと思います。綺麗に写ってるかな。編み地がこうもっとねカチッとした編み地ならいいんですけれど、結構ふわふわなのでね、くる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 巻くような感じで見えにくいかなと思うんですけれども、
して編んでいってやったらいいかなと思います。もうひたすらね、ただただ目と段とこうやってつなげていったらいいだけのことなので、あんまりね難しく考えなくて大丈夫だと思います。これですね。まあ、袖と身頃をはぐやり方で、このやり方が多分一番簡単なんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。袖も袖も袖山をつけずにね、平らに編んでおいて、でこう目と段と貼り合わせるという、このやり方が一番、まあ、綺麗ですし、コロコロしないですしね、でやり方も簡単、一番ぴったり合うかなと思います。はい、真ん中近くまで編めてきました。ちょっと頑張って編んでみますね。このね、丁寧にやっていくとね、すごくピタッと目と段が合うので、これは気持ちいい作業でもありますね。地味なんですけどね、気持ちがいいんですよ。計算があったみたいなね、ぴったりたりいきそうです。ほら、ぴったりいきました。気持ちいいです。はい、ではちょっと、ね、印の方を外していきますね。はい、ぴったり合いました。ではこのまま最後まで剥ぎ合わせていこうと思います。はい、残り、何目 2,4,6,8 8目ほどになってきました。さて、ぴったりいくでしょうか。多分ね、ぴったりいくと思うんですよね。ちょっと早回しでいきます。はい、ぴったりぴったりいきました。はい、最後袖の方の目に針を入れて引き出しておきます。はい、これで身ごろと袖がつなぎ合わさりました。どうですか。ここでね、つなぎ合わさりました。はい、今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。ご試着が余りましたのでこちらおまけです。はい、ダイソーさんのグラデーションウールで編んでいるプルオーバーなんですけれども、今このぐらい編めてきました。どうですか。もう裾も襟元も編み上がってますので、あと袖だけなんですけれども、ここまでで7玉使いました。あと袖用に2玉から4玉ぐらい使うかなということで残しております。